河村秀文は、大分県出身のプロ野球選手、コーチ、解説者。英文は、英文という読み方もさせており、著者の著作権表示にも、秀文河村ではなく、英文、河村の表記が見られる。本名、旧登録名は、河村久文。別府緑ヶ丘高校では、小島仁志八郎監督の指導を受けた。4年後輩に、後の同僚となる。 稲尾和久がいる。卒業後は東洋高圧大ムタを経て、1953年に西鉄ライオンズへ入団。シュートを武器に1年目から活躍し、9月10日の毎日戦では荒巻厚氏と投げ合い初完封を飾る。2年目の1954年にはリーグ最多の61試合に登板し、25勝12敗を記録して初のリーグ優勝に貢献。 中日との日本シリーズでは5試合に登板し、第3戦では、大島信夫に投げ勝ち完封勝利。しかし、第5戦は4回からリリーフして逆転負け、第7戦で先発し、杉下茂との投手戦となるが0から1で敗退した。また野村克也のプロ初打席の対戦投手は、河村である。河村は野村を3球三振で打ち取っている。 三年目の1955年も21勝9敗の好成績を上げるなど、その後も西鉄の主力投手として活躍。1956年の巨人との日本シリーズでは2試合に登板。第5戦で先発するが5回に2点を失い降板。1957年の巨人との日本シリーズでも3試合に登板。うち2試合に先発し、第2戦では、 堀内賞と投げ合い一失点関東勝利を飾る。1958年の巨人との日本シリーズでも2試合に登板した。1960年に広島カープに移籍。ここでも先発として起用され1961年には7勝を挙げるが、その後は勝ち星がなく1963年限りで現役引退。引退後は西鉄。 太平洋一軍投手コーチ、南海一軍投手コーチ、オリックス一軍投手コーチを務めた。西鉄にコーチとして復帰した1972年、当時人材不足のためほぼ毎試合登板していた東尾治と同年入団の加藤初、後に近鉄へ移籍する柳田豊を指導。不甲斐ない投球をしようものなら、容赦なく鉄拳を飛ばす指導をし、東尾には、 インコースのシュート税名を伝授している。河村は投手には厳しかったが新人保守の若菜、吉春にはピッチャー目線で丁寧に指導し、若菜はボールを取り続けることでキャッチング投球を磨いたという。南海コーチ時代には選手にレポートを提出させることで知られ、加藤慎一、藤本修二、井上雄二を一人前に育てた。オリックスコーチ時代に指導した。 小倉久志は河村さんからインコースを投げるように教わってピッチングの幅が広がりましたし良くなりました。と語り、小倉は当時自己最多の48試合に登板した。エビスのブユきは2000年春のキャンプで河村から俺についてきたらタイトルを取らせてやると言われ、エビスは正直言ってそれまでは人の意見は全く聞きませんでした。 信頼感と言うんでしょうか。よし、この人についていこうと心に決めたんです、と述べている。河村の言葉通り、最優秀防御率のタイトルを獲得した。エビスは、周りのアドバイスを聞くことが、いかに大事か。今の自分があるのも、それを教えてくれた、河村さんのおかげです、と述べている。また、九州朝日放送解説者として、ライオンズ。 ホークス戦の中継解説も担当。語り口は柔らかかったが、その、辛口ぶり、厳しさは、ふっつの杉浦、鬼の川村と言われ、多くのアナウンサーを困らせた。アナウンサーが、ピントが合わないふりをすると黙り込むことも多かった。また、当時の平和大球場の放送ブースには、精神中入棒なる孫の手のような棒が置いてあり、 CM に入るとすぐにその棒で容赦なく鉄拳が飛んだ。そのくだらない質問をした瞬間机の下の足が穴の足を蹴ったという。だが実況アナウンサーに野球というものをしっかり教え込みたかったとも言われ、中継終了後は若手穴を泣かしで自身が経営するミート15でおごり野球講座を行う一面もあった。西鉄ライオンズ黄金時代に関する著書などを 観光したが、それらはいずれもゴーストライターを使わない純然たる、辞書であった。2005年2月16日、呼吸不全のため死去。万71歳を打つ。解説者時代には直言家で知られる、豊田康光が、唯一嫌がった存在であったという。ライオンズやホークスの取材に、豊田が訪れた際、河村は、おう、と元気にしているか、と声をかけたが、 豊田は素足さと逃げた。しかし、豊田とは悪友であり、豊田は、週刊ベースボールの連載コラムで河村を追悼した。性格は合法にして、来落と言われていた。金森久寺に関するカテゴリー。ありがとうございます。